ですが、まあ、HIU ということで、はい、この選挙戦、6月18日の、告示日から、もう7月5日の投開票に向けて、都知事選を行っておりますが、実はですね、もう多分ご存知だと思うんですけど、斉藤健一郎、昨日ですね、マイクを収めいたしまして、そして今日朝ですね、羽田を出しまして、今、ニセコ、北海道、浜田先生、お疲れ様です。北海道ニセコに行っております。そして、アドベンチャーレースが実は行われますので、まあ、そこでいち早く日本に現地入りしまして、今準備をしているといった段階です。そして私も、小林さんから私もですね、実は明日、ニセコに立ちます。はい。ということでですね、選挙を期間中にも変わらず、ニセコにですね、候補者が全員集合という、まあ、面白いことになるんですけども、はい。とりあえず元気よくやらせていただいております。で、一応僕はですね、この今回は、まあ、斉藤健一郎選対チームということで、同じく選対チームということで、僕のこの横におります、柏井茂達、実はホリエモン新党の港区長選、この前選挙を行われました。そのホリエモン新党の設立にも関わっています。そして、ホリエモン新党第1番の最初の公認を受けた候補者として、彼は港区長選立候補いたしました。そんな彼もですね、今回の堀江も新党の公認候補者3名のうちの1人、斉藤健一郎、堀江さんの秘書、アクティビティ担当斉藤健一郎の秘書として凄まじく仕事をしておりますので、ぜひその彼からも一言いただきたいと思います。ということで、さあよろしいでしょうか、柏井さん。はい、では柏井茂達さんです、どうぞ。中野駅をご利用中の皆様、こんばんは。こんばんは、ホリエモン新党の柏井茂達でございます。最近ですね、応援演説に来て、お前自分の名前ばっかり言ってるって怒られるんですけど、港区長選挙ですね、6月7日に行われた港区長選挙で、第1陣、ホリエモン新党として、1番目の候補者として、立候補させていただきました。結果は完敗でございました。大変。ただ3297票いただきまして、なんとか、名目役所というか、大変多くの方に、ご支援いただきました。そこでですね、たくさん喋らせていただきまして、やっぱりこの上から目線で失礼なんですけども、やっぱこうやってですね、街頭で、皆さんと意見を取り交わすといいますか、自分たちの主張を取り交わす、これがとてもですね、楽しくて、今日私、会社員ですので、先ほどまでお仕事をしてたんですけれども、YouTube をご覧になった先輩からですね、そっちの時間の方が生き生きしてるじゃないかということを言われました。はい。いやというのもですね、まあ、この選挙戦、いろいろと北区の方でも話題になっておりますけれども、ここに上がってきてですね、まあ、この貴重な18日から7月5日までの19日間ですかね、自分たちの考えていることそして、東京を良くしていきたい、日本を良くしていきたいとこういった思いをですね、恐れることなく主張できる貴重な場として、提供されております。まあ、この機会を通じてホリエモン新党がどういうことをやっていきたいか、この東京ですね、例えばもう私驚いたんですけども、もう満員電車戻ってきてます。めちゃめちゃ乗ってますよ。まあこの中央線はまだガラガラでございますけれども、私乗ってきた銀座線ですとか、中央道線もうだいぶ乗車率高くなってきております。ただみんなマスクしながら乗車率100何パーセントぐらいの電車に乗っておりますけれども、やはりそこで感じることとしましては、何かですね、こうマスクさえしておけばこれ安全なんじゃないかと。でマスクしておけばこの満員電車乗ってもいいんじゃないか、逆にマスクしてないやつお前なんやねんという目線で見られたりもすると、なんかそこに少し思考停止といいますか、日本の今の違和感を感じてしまう、まあ、今日この頃でございます。まあ、ちょっと一昔前までは、1、2ヶ月前までは、まあ、政治にも全くと言っていいほど興味なかった私ですけれども、この場に立って、こうやって、日本の情勢を見まして、東京をどのようにしていくかと真剣に考えることでですね、日常にあふれている当たり前のことがあれこれちょっとおかしいんじゃないかと
という形で見えてまいります。ぜひですね、この私もそうですけれども、この小林貴寛、そして、堀江門新党で立候補しております、都知事選に立候補しております3名、そして北区で都議補選に立候補しております1名の候補者、みんなの主張ですね、ぜひ耳を傾けていただいて、ちょっとでも刺さることがありましたら、なんかしょうもないことを一周せずにですね、Twitter とか、Google で検索していただいて、かなりいいこと言ってますんで、ただちょっとあれですよね、あの知名度とかそういう問題でもしかしたら皆さんのお耳に届きにくいかもしれませんけれども、ぜひぜひ、チアガールもですね、応援をしておりますので、小林貴寛の声にも耳を傾けていただいて、めっちゃいいこと言ってますんで、ぜひ彼にここで一票と言っていいですか。東京都知事選挙ですね、立花孝志、そして斉藤健一郎、そして、服部修、この3名にですね、ぜひ温かい一票いただければと思っております。堀江門新党の小石玄達でした。応援演説させていただきました。ありがとうございました。はい、松山さんありがとうございます。急な振りにも変わらず本当にありがとうございます。はい、実際僕も、今日は自分の選挙もあったのでいろんなところ回らせてもらいました。で、大田区、特に大田区選挙区なんかはですね、非常に面白い地域だな、まさに多様性、もう所得に関しても、上から下まで、上から行ってみれば田園調布ですとか、そんなところがあります。そして大田区は空港があるんですよね、羽田空港です。そういった空港エリアもあるし、もうなんか面白いです。で、そんな中で23区内で3番目に人口が多い、つまり3番目に高齢者も多いというエリアになってます。で、今僕高齢者の名前あえて挙げましたけども、高齢者という言葉あえて言いましたけど、その高齢者を別に切り捨てるっていう意味じゃないんです。半年前まではマスクをしないのが当たり前でした。そしてマスクってそもそも体調悪い人、例えばインフルエンザ、風邪かかってる人が明らかに熱が出るって体調悪いなっていう人が他の人にうつさないためにつけるのが普通にマスクつけるための意味なんですよ。でもね、そこ履き違えちゃうとこれおかしなことになっちゃうんですよね。で、今も柏谷さんから話がありましたけど、右見ても左見ても前見ても後ろ見てもみんなマスクしてると同じ顔になってます。そしてしてない人を見る目線、それがですね冷たくなっていってるんですね。そういうのって僕どうなのかな、これ同調圧力っていう言葉があります。この同調圧力、はい、同調圧力って本当に危険なんです。危険な方向に行く手前でなんとか声を上げたい、そういう思いもあって僕今回立候補もしてます。そういう自分の選挙もあるんですけど、とりあえずこの堀江門新党、たった数ヶ月、1ヶ月ちょっと前ですね、5月25日になってきたばかりです。なので普通に考えて今回過去最多の22人も候補者が出ている、この東京都知事選4年に1回の選挙です。でかいでかい選挙です。これに出る、しかも3名もの候補者を出してくる、この意味って分かりますか皆さん。めちゃくちゃなすごいことなんですよ。普通に、ね、考えたらアホちゃうって話なんですよ。本当にたった一つしかないんです、議席は。都知事の座は一つしかない。それをかけて22人の人がもうすでに候補出てるのに、その中で3人も同じ政治団体から出ている。これね、普通に考えたら確かに大バカなんですけど、あえてそれをやってる。供託金だけでも300万ですからね、単純計算900万です。そんなことをやってバカをやってる、なんだ目立ちたいだけか、そんなわけないです。この NHK から熊本と、そして堀江門新党代表立花孝志は15年前 NHK 職員でした。そして皆さんご存知かと思いますけども、その15年前彼は高い年収を持っていました。 NHK 職員として何不自由ない将来を約束されている会長の川持ちです。出世しています。そんな彼がですね、どうして内部告発をしたのか、いただきます。